入れますか？あ、お願いします。入れてほしいですか？ちゃんとじゃあ、入れてくださいって言ってじゃあ、入れてください。何をうるさい早く入れろよ、もう何をじゃないよ大輝大輝が打つということでね。誰ですか？友達なの？好きだぞ。え？急にそんな告白？どっちがいい？どっちがいい？何を聞いてる？それどういうことですか？どっち前か後ろかってことですか？やめて、話しとれ。ダメだ。どっちがいい？え、これこうやって引いてくんですか？はい、そうです。じゃあ次僕引きますわ、はい、だってこれ連帯責任だから。どういうあれ。これまたジョーカーを入れられてるからね。いや、絶対に2回連続で同じことしてくるわけないって。はい、ジョーカーおバカばっかりだな、この作品。花井くんがトイレ行くって言った時に、うん、全然帰ってこないんですよなんでだと思って、あれおかしいなと思ってトイレ行ってみたらいない。おってなる、うんうん、なんかお風呂場光ってんなと思ってお風呂場行ってみたら、うん、入ってんすよお風呂に靴下履いたまんまここもさっきね、うん、もう来てますから。うわっ、うわハハ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 あいつもやばくて、うん、なんか酔っ払うと俺んちの観葉植物を食いちぎるん。食べちゃうんだよな本当に良い子は真似しないでほしいあのね、でもこうなんだろ、噛みちぎる場所が、うん、多分いつも同じ場所噛みたいんだろうね。前回の同性解消パーティーで噛みちぎった時も、はいはい、なんか前に噛みちぎった隣ぐらいあ、ここの場所がいいんだみたいな、この場所好きなんだと思って食べやすいんですかね、そこがね。名乗るのを忘れておりました。私、王です。いや、王の名前は、王の名前は、夏キングです。夏キング出た今日はレイガンス、このゲームをプレイ。本当に名前合ってるそれ。え、王の言うことは絶対だろう。確かにね。レイガンス、王さん、王さん、レインズ、レインズ、レインズをプレイしていきたいと思います。そしておはようございます。トリスカレータ役の花江夏樹です。よろしくお願いします。アクション、花江夏樹。兄貴と一緒に頑張りたいと思います。クリスマスの雪辱晴らすわ。僕も花江くんと最初に会ったアフレコのことは、はい、まあ、結構モノローグ含めてずっと喋ってるよね。ずっと喋ってました、主人公なんででマイクがたまたま端っこだったのかな。そうですね。で真横に花江くんが座ってて、はいはい、僕台本見てるんですけども、明らかに僕をガン見してる若者がいるなっていう今となっては君も分かると思うけど、ええ、すごいすごい嫌ですね、それね、マジでプレッシャーというかね、いや気が散るというか、いや一生懸命ね、その何かを学ぼうとしてるのかなとかっていうのは分かるんだけど、はい、まあ、当時ね、それは今僕も今よりもっともっとキャリアも浅かったわけですし、はいはい、そこでこう見られてる緊張感というか、え、なんかどういうつもりで俺を見てんの、変な顔とか思ってた。いやいやいや、もう僕はやっぱそのカジさんを吸収しなきゃと思って、いや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 、もう得られるものは全部得て帰ろうと思ってカジさんがどういう表情で、どういう体の動かし方で、どういう呼吸をしてるのかっていうのをもう全部覚えようと思って、いやいやいや、見てたんですけど、うん、ちょっとそれはもう今になって本当すいません。いやいや、ね、されたらちょっと緊張するよね。いやいや、今緊張します、うん、いやいや、まあ、っていうのがあって、まあ、はい、勉強熱心な子なんだろうなみたいな印象がありつつ、でも気づいたらね、もういろんな本当作品で主演をやって、やっぱ前逸が本当にうるさすぎて、ネズコちゃん、ネズコちゃん、もう鼓膜が破れるかと思った。なんで俺の大切なネズコちゃん、私もなんか
台本読んでるからここ叫ぶって分かってるのに、来るぞ来るぞって思ってるのにうわってなるんですよ。禰豆子役の木戸あかりです。よろしくお願いします。禰豆子禰豆子ちゃん。なんかね、善逸ってね、いきなり120とかで来るんですね。ボリュームがだからちょっとびっくりしちゃうんだよね。そうですね。禰豆子ちゃん。下野さん終わった後アスリートみたいな、もう湯気がボワボワ出て、いや今は別にそんな寒い時期じゃないのに。木戸あかりです。よろしくお願いします。落ち着いてください。何歳ですか？39歳です。喋って、じゃあ行きますよ。テレビ喋らせて、喋らせて、喋らせて、喋らせて。俺がうるせえのか。そうだよ。ごめんごめんごめん。先輩。そうそうそう、バカ。ごめんごめん、バカ。いや長年やってるのに。39歳です。禰豆子、俺は禰豆子、禰豆子、禰豆子ちゃーん。っていうね、もう病気だよね。うん、とても39歳がやることですよね。あの動きはね。年齢は言わないで。年齢は言わないで。すいません。下野さん本当にいつも会うたびに笑顔でお話してくださるんで、確かに。だからこんなにこの人は好かれて、みんなに好かれているんだ。確かに、ね。もうほらもう今笑いが止まんないですよ。誘い笑い。誘い笑いですよ。もうこれ釣られちゃうよね。どこでラジオ。ラジオ聞いてる人の鬼滅ラジオの感想でもこの笑い声に釣られちゃうっていう。いや私も聞いてて釣られちゃう。どんだけ続くんですかね。いやいきなり来ると思った。いや確かに。ごめん。島さん愛嬌ありますよ、ね。愛嬌ありますよ。え、何歳でしたっけ。サンキュー。サンキュこれさ、笑いをさ、我慢しようとするんだけど、コソコソしてると余計に笑えてくるんだよ。そうなんですね。それがね、このコーナーのちょっと憎いとこだ。やばいですね。どうですか、しまさん。こちら。お家にニンニクは鬼子。そう、はい。やっぱアニメ始まってからより鬼滅の刃のこの、まあ、原作含めてすごく好きになったので、なんか今ではもう一ファンのような。いやもう、トップオタみたいな感じになってそうですね。めちゃくちゃ愛があるよ。うん、次は、マットフェスメルボルンへ向かえ。禰豆子、はい、オーストラリアへ行く準備はできているか。うん、オーストラリアの皆さん、こんにちは。カマロ炭治郎役の、花江夏樹です。はい、おばあちゃんの名前は、ひろこです。あれ炭治郎、禰豆子のキャラクターについてお互いこんなこと思ってました。禰豆子は鬼になっても相当可愛い、むしろ鬼になった方が可愛いぐらい禰豆子は魅力的なキャラクターだと思ってます。本当に心が綺麗だなってすごい感じていて、私もこういう風に生きれたらいいなってすごい尊敬の眼差しでいつも漫画読んでました。